南浦駅西口をご通行中の皆様、お疲れ様です。こんばんは。昨日に引き続き、私、参政党公認埼玉市議会議員立候補者西口俊勝と申します。よろしくお願いいたします。私は先ほどお話しいただいた石川さんのようにですね、お話は非常に上手ではございませんが、拙いながら私の伝えたいことを伝えさせていただきます。私がなぜこの参政党から、こうした形で立候補させていただいたかと申しますと、それは一人にですね、既存政党ではもうこの日本、そしてこの地域を少しでも良くしよう、そのような気持ちを全く感じられませんでした。そしてこの参政党、2020年4月の決闘でございますが、ちょうどです、今日は4月ですね、ちょうど3年経ちます。この政党の誕生を待っていたかのようにですね、私はずっと待っておりまして、昨年、2022年、3月の、こちらの、参政党の、事務局長であります、神谷総平氏、そして今現在ですね、大阪府知事選を戦っております、吉野俊明さん、両名の、この街頭演説の動画を見まして、ようやくです。ようやくこの日本をどうにか、どん底のこの日本をどうにか救える、そういった政党が出てきたという確信を得ました。そして私は結果としてちょっと飽きましたが、5月よりですね、この参政党参加させていただきまして、初めて、その6月にですね、選挙活動のお手伝いというものをさせていただきました。それまでですね、私は政治の方は興味ありましたが、その政治活動一体どうやったらいいのかなという形ですごい迷っておりましたし、本当に分かりませんでした。そしてその時にですね、この参政党の、党員の方々が、こうした形でお手伝いできますよという形でメールでお知らせしていただきまして、なんとかわずかながらですが、魅力ながらお手伝いさせていただきまして、そしてその翌月7月10日参政党はめでたく、国政政党となりました。そして現在ですね、参議院議員を1人有し、残り、地方議員を全国に30名ほど抱えております。そしてですね、今回この統一地方選、この埼玉市と埼玉県両方でこのダブル選挙という形で、昨日ですね、3月31日その火蓋を切りました。そして今日2日目で、この2日連日なんですが、こうした形で私は立たせていただいております。私はですね、常々この選挙毎回ですね、この時期が来るたびにですね、どこの政党候補者もですね、一体何を考えているんだろうと、どこの政党もですね、皆さんの利益全てですね、利他というものを全く考えていない、そういった感想を持っておりました。そしてですね、毎回そういったことを思って文句とか言っていてもですよ、何にも変えられません。でこれ何かをね、例えばこの政治ですよ、これを変えようと思ったら本当に何か行動する、そしたらですね、もう自分でやるしかないんですよ。でこれをですね、本当に行動という形で映させていただいたのはこの参政党です。で私はですね、先ほどご紹介ありました通り、立ってる分にはあまり気づかれないですけど、先ほど8年前と言いましたが、もう2014年なんで、約9年になります。2014年、5月10日に、私柔道の稽古中に脳梗塞で倒れまして、現在こうして左半身不随ではあります。しかしながらこの体不便ではありますが、不幸だと思ったことはありません。それはなぜならばですね、こうした状態になってみて分からなかったこと、いろいろと視点というのは変えられまして、そしてですね、いろいろと多くの方と知り合いまして支えていただいて、今現在こうして立たせていただいております。本当にですね、私の人生感謝の連続です。でこうして、ね、受けたこういった感謝、これはですね、私この身をね変えても、やっぱりこの日本、当然この私地元ずっと浦和、49年間生まれ育っております。そしてこの地元浦和ですね、そしてこの埼玉県、そして日本、非常に大好きです。でね、この日本、この数十、三十数年間、
いや、もっと言ってしまうですよ。戦後の、大東亜戦争での敗戦以来、この日本というのは少しずつという形で経済植民地という形でどんどん侵食されております。そしてですね、こういったこと事実というのは意外とこう皆さん気づいておられないんですが、そういった事実というのは全て隠蔽されております。気づかないような形でどんどん侵食されています。これサイレントインベーションという言葉で、ね、言い換えられますけど、日本の土地がですよ、外国の気が知らないところにどんどん買い取られているんです。これですね、一番こう顕著なのは北海道じゃないでしょうかね。今北海道はですね、確か静岡県と同じぐらいの面積が外国によって買い取られているって事実があるんです。でこういったことがですね、北海道で起きていて、じゃあ他のところでないのかと申しますと、実際そんなことありません。最近では愛媛県だったかな、確かあの辺りで農地がこう大量に日本人名義というか、その法人の名義で買い取られているというお話を聞いております。こういったことがですね、各地で起こるなってくると、当然ですがこの地元埼玉市、こちらでもそういったことが起きてくると言っても過言ではありません。この日本をですね、少しでもいい形で残すためにはですね、やはりですね、ここでこの統一地方選、こういった選挙から皆さんがですね、ひと事ではなく自分事として捉えて、自分たちのこの先に生きていく子供や孫たちに少しでもですよ、いい形でこの地域、そして国をですね、残す義務があるんです。そのためにはですね、その選挙だけではありません。当然今昨今騒がれております、食料自給率、こういったもの実際 37% という数字ご存知だと思いますが、ほとんどこれお米で換算されているそうです。そして最近ですね、なんかコオロギ食えとか、そんなお話聞きませんか。でコオロギってあれ、今までこう日本で全然食用では適用されていなかったんです。当然先人たちがですね、してこなかったことは理由があります。まあ、食べられなかった、それが一つの理由ですね。食べたとしてもですね、実際これ中国の方の文献であるんですけれど、漢方薬として用いられたそうです。でそしてその代わり、妊婦さんは絶対食べるな、そういったように文献残っております。今妊婦さんに影響があるということは、お腹の赤ちゃんに非常に良くないってことですよね。そんなものをですよ、日本政府はですね、最近食べよう食べようという形で推し進めております。先日この話を進めていた方がですね、今までこうそういった事例が出てこないから安心安全だと言い切ったそうです。確かその方って前回ですね、今全国的にお注射の件で死亡者とか出てると思うんですよ。こういったこともね、事実としてどんどん挙げられてますが、それに関しては私は一切責任持ちません。なんか聞いたことありません。最初は責任全部自分持つっておっしゃってたんですよね、その方。また同じようなことを繰り返すことしますよ。でこういったことをですね、監視してしっかりとこう止めるっていうのは、我々一人一人ですね、その政治に参加してしっかりですね、この投票率を上げて、我々のこう意見を全て叩きつけていく、そういう必要があります。これやらない限りで、我々がこうどんどんですね、生活が苦しくなる、そして自分の身を守れない、生命財産も脅かされる、そんな状態になっていくんです。こういったことをですね、許していったら、本当我々の子供や孫たちなんか、とてもじゃないですけど、この地域とかこの国にですね、まともにこう暮らすことができるようになります。本当にそれでいいんですか。良くない。そんな状態を止めるのは我々しかいないんですよ。もう子供たちは自分たちで何も判断できません。いいことも悪いことも教えるのが大人です。でその大人がですよ、今この政治とかに関して全然こう無関心であるとか、物を知ろうとしないんですよ。こんな大人がですね、子供たちを守れると思いますか。子供や孫たちを守るのは我々なんですよ。それこそですね、我々がこの身を挺して守るものって子供、そして子孫、そしてこの国です。私はですね、先ほどもおっしゃいましたけど、半身不随という体ではありますが、すべてね、こういった地域と国のことを思っていればですよ、この体を使ったって別に何てことは思いません。それはですね、我々の先人たちが大東亜戦争で懺悔されております。その数およそ230万人、そういった方がですね、命を懸けてこの守ってくれたこの日本、同じ気持ちを持っていけないわけありませんよね。
私はですね、やっぱりこの日本非常に大好きです。私は羊の方やっぱりたどれるんですけど、両親ともにですね、だいたいお寺の古古城で確認しましたところ、江戸時代の中期ぐらいまで遡れるのは確定です。こういったものを、ね、知るとですね、やっぱりこう自分のルーツってわかるじゃないですか。そうするとやっぱりこう自分のね、血筋とか地域、そしてこの国ってものに興味を持ちまして、やっぱり大事に思うんですよ。で、私たちはですね、この、地域そして国っていうのは、まあ、ほぼですよ、生まれたら大体こうここで育って仕事もして最後を迎える、そういったところがこの国じゃないでしょうかね。私はこうさまざまこの埼玉市旧浦和市に生まれ育っております。そしてこれはですね、非常にここ住みやすいところで、やっぱりこう同級生とかって離れたくない、で多少ちょっと離れてもすぐ隣の市にいたりするんです。それくらいこの埼玉市、そしてこの埼玉県って非常に住みやすいところなんです。ところがですね、やっぱりこの地域ちょっと低いところにありまして、大昔この辺確か海ですよ、海とその陸の境ぐらいだったり、それぐらい低いところなんです。で、そしてこの埼玉市のこの南区というのは、ここら辺はちょっと気づきにくいんですけれど、ね、ちょっとこう西の方に行くと荒川って大きな川ありますよね。荒川のこう土手の周辺ってちょっとやっぱ低くて、大雨とか降るとちょっと水上がりやすい場所なんですよ。で、そういったね、水害なんかも対策を練られて、しっかり対策しないと、この辺はですよ、本当に想定しないような大雨が降った時にですね、荒川決壊したらこの辺は間違いなく水深、4メートルから7メートルぐらい水没するっていうふうにハザードマップ出てます。そういったことをですね、災害というのはいつ来るか分からない、だからこそ有事の際に、平時に全部備えるものなんです。これをですね、徹底してこの市政の方から働きかけて、県政そして国に対してそういったこともしっかりと対策するように私は政策として進めたいと思っております。そしてですね、先ほどお話させていただきました、食料自給率、これに関しましてはですね、今高齢食を進めるんじゃなくて、今減反とか農業耕作放棄っていうのがどんどん増えております。これをですね、また市政とか県政とかでしっかりとですよ、また復活して運用すればいいじゃ、だけじゃないでしょうかね。お米って今年間780万トンの生産量だそうです。ところが消費量が若干増えておりまして、800万トン弱が実際の消費量だそうです。で、その最大分どうしてるかと申しますと、なぜかですと輸入してるんです。おかしくないですか。こんなの自国でね、作る土壌あるんですよ。お米っていうのは日本人が昔から収穫してきたものです。これを減反して今コオロギ食にしようだとか、太陽光パネルつけましょう。おかしくないですか。食料自給率ってこれ 100% 超えないと国の根幹である食料を握られちゃうんですよ、外国に。それこそですよ、政策与奪権というものを握られます。そしたらこれもう自国では何もできるようになっちゃうんですよ。こういうものをですね、こういった地域から全て改めることができるんであればやるべきです。私はこういったことも全て進めていきます。必ずこの地元で全ての地産地消、耕作放棄地を有効活用した地元ブランドの農作物、こういったものを推進します。そういうところですね、安心安全の農作物をですよ、この埼玉市の小中学校で地産地消するように、そういった行動をします。それがですね、この埼玉市、ごめんなさい、参政党公認埼玉市議会議員候補者西内俊和であります。そうですね、やるからには全て命がけ、こんなのは戦前の方々は当たり前の考えでした。私は命がけですけどやります。ありがとうございました。参政党公認候補埼玉市議会議員候補西内俊和でした。以上です。どうもありがとうございました。こんばんは、日本共産党。はい、どうもありがとうございました。次の選挙は4月9日の選挙は西内俊和と
という名前を投票用紙にお書きいただきたいと思います。西内利和、でした。それでは次に今日応援にお越しいただいた坂上仁さんにマイクを代わらせていただきますが、その前にちょっとだけ紹介を、はい、埼玉県出身です。熊谷市出身です。その後一橋大学を出た後、大変ハードなリクルートという会社で10年くらいやりました。化け物です。はい、今は、ランチェスターの法則という戦争や企業がどうやって勝ち残るかという実習を、しています。なので今日も西内利和が勝ち残るためにお越しいただきました。すいません、お忙しいところ。では坂井さん、すいません、もう一個去年の、参議院選挙に出まして、そして埼玉県の、票をたくさんかき集めて、それによって参政党は国政政党になりました。そういった大変なご苦労をいただいた、それをいただいた方です。では坂上さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。坂上でございます。去年2022年7月の参議院選挙、埼玉県から参政党の公認で出させていただきました。約9万票の票、8万9693票を皆さんにいただきました。ありがとうございました。皆さん、投票とか行きたくないですよね。行きたくない。バカなことを考えててもしょうがないよとか、実は僕はそうだったんです。投票選挙行ってもしょうがないじゃんってずっと思ってました。でも今は違います。去年この参政党という党に出会って本当に変わったんです。歩いてる方覚えておいてください。このオレンジ、参政党と言います。オレンジなんですけど、オレンジじゃないんです。これ代々と言いまして、先祖代々日本の代々続く考え方を大事にしようというのがこの参政党なんです。そうですよね、皆さん。そうです。そして我々はお金もらってないんです。私も今日ボランティアできました。電車代も私払ってますそしてここにいるオレンジ代々の方、みんなボランティアなんです。それが参政党なんですよ。去年聞いた話によると、参議院選挙出るときに1億から2億かかるんですって、当選するのに。ところが参政党は供託金300万円と活動費300万円と600万円私にいただきました。ありがとうございます。でも桁が違うんです。少なすぎるの。でも我々はボランティアで思いだけでやってるんです。金のためにやってるんじゃないんですよ。そうですよね。これが大事なんですよ。我々は考え方、理念でやってるんです。西内さんもそうなんですよ。金のためだけだったら出たいなんて思わないの、本当に。その中でどうやったら日本が良くなるのか、どうやったらもっといい日本を子供たち、孫たちのために伝えていけるのか、これを考えてやってるのが我々参政党なんです。そうですよね。はい、駅前にいるオレンジの人、もうオレンジ代々イコール参政党だと思ってください。もう全部参政党。なぜか参政党というのは書いてある字の通りなんです。政治に参加するための政党なんですよ。皆さん本当に投票したい政党ないじゃないですか。僕は本当にそうだった。でもできたんですよ、参政党だから。政治に参加しましょうよ。なぜそういうのか、それは我々の税金が使われてるんです、勝手に。本当に皆さん、そこ歩いてる人、本当投票行ってください。なぜか埼玉県は733万人います。615万人が有権者なんです。でも去年の参議院選挙も 46% しか投票しないっていうデータなんですよ。そしてなんとこの埼玉の市議選、南区西内さんが出るところは 37% くらいなんです。簡単に言いますよ、3人に1人しか投票しないんですよ。そこ歩いてる3人の方、お一人しか投票してないわけ。でもそうすると皆さんの未来が悪くなっちゃうんですよ。だから行きましょうって言ってるんです、ね、
投票したい政党がないなら自分たちでゼロから作る、これが参政党なんですよ。だから一緒にやりましょうって言ってるんです。我々が今やってるのは国民運動なんですよ。本当に一緒にやろうって言ってるの、それが一番大事なことなんですよ。我々はね、さっきから言ってるようにボランティアなんです。お金もらってないの、宗教団体にも関係ない、企業もからもお金もらってないんですよ。全くゼロから作ったんです、3年前に。そして今国会議員が一人いるんですよ。これ奇跡なんですよ。本当に奇跡を起こしているのがこの参政党なんです。そして我々が考えなければならないのは、まず投票に行くということなの。そしてなんとですね、733万人いる埼玉県というのはブルガリアよりでかいんです。ヨーグルト食べてる場合じゃないんですよ、ブルガリアとかって。本当にエクアドルとかでかいの、調べてきましたからね今日、はい、という一つの国家にも近いところなんですよ。だからそういう意識で皆さんは政治に参加してほしいの。ところがしない、なぜか。一つは皆さんが見切っちゃったということなの。もう政治なんかやってもしょうがないよと思ってることが一つ。それともう一つは情報がないんです。だから参政党はその情報提供をしようとしてるんです。この統一地方選の大きな3つの柱があるんですけども、それが全員参加型の民主主義をやろうって言ってるんです。まずみんなで一緒に参加していこうよっていうことなの。それが僕は大人の学校って言ってるんですけど、大人の寺子屋なんですよ。社会人大学院、本当に六大学の大学院とか行く前に政治に参加しましょうよってことなの。その方がいいじゃないですか。だって国家観学ぶでしょ、歴史学ぶでしょ、経済学ばなきゃならないし、医療を学ばなきゃならないし、教育を学ぶっていう、そういうこととつながってくるんですよ。だから政治を通じて我々は社会人大学に行ってるようなもんなんです。勉強していきましょうよ、本当にそう思ってるんです。はい、まず一つがそういうふうに全員参加型でやるということ、二つ目がそれを学ぼうということです。その時に参政党は三つの柱というのがあります。教育、食と健康、そして何でしたっけ、国守りで、この国守りも3つあるんです。国防もあるんですけども、経済だったり情報だったりという、それが戦争が行われているわけです。そういったものを一つ地域でみんなで勉強していこうと、トップダウンじゃなくてボトムアップをしようってことなんです。どういうことかというと、今回のなんかこうやって注射打ったような人があったでしょ。今もマスク日本人っていうのは9割ぐらいつけてますけど、義務でも何でもないんですよ。ところがテレビが情報、マスメディアがそれをずっとやるもんだから、我々はある意味で洗脳されちゃったんですよ、本当に。そして上から降りてくるだけになってしまってるのを、そうではなく、例えばここの埼玉市の南区でみんなで勉強して、それを県に上げて、そして国に上げていこうという、こういう流れを作っていくっていうのが勉強しようっていうことなんです。それを国民運動にしていこうっていうのが3つ目のことなんですよ。全員参加でやろうって、勉強しようって、それを国民運動にしようって、関係ないよ政治って言わないでくれと、一緒にやってこうよって。なぜなら今だけ自分が良ければいいっていう考え方だったらそれでいいんですけども、そうじゃないじゃないですか。我々は先祖からこの日本を受け継いで、子供ができて孫ができていくっていう、やっぱりそういうものがあるじゃないですか。そういうものを大事にしていこうじゃないですか。そこでね、銀だこで並んでる方もぜひ3人に1人しか今投票してないから、みんな投票してほしいんですよ。でどこかわからないと思ったら勉強してほしいの。その勉強するプラットフォームになるのが参政党なんです。このオレンジの色、オレンジなんだけども代々なんです。先祖代々の代々なの。この代々見たら覚えてください。参政党です。政治に参加するための政党が参政党なんですよ。知らないふりしててもしょうがないの、関係ないってことないから。いいですか皆さん、今実効税率って 50% ぐらいなんですよ。500万円稼いだとしたら、平均年収ね、500万円だとしたら250万円取られちゃってるんですよ、国家に。これどんどん上がってるんです。1960年代ぐらいだったら25とか30ぐらいだったんです。それがもう今半分持ってかれちゃうんですよ、税金で。そしてさらに我々の子供たちはもっと大きな借金を背負うんです。
この間のこの駐車だけでも100兆円とか使ってるんですよ。いい加減にしろとか思いませんか。ひどいでしょ。我々が声を上げなければダメなんですというところに対して、それをやろうっていうのがこの参政党なんですよ。政治に参加しようって言ってるんです。そこがすごく大事なところ。それをこの地域でやっていきましょうという、その時に今西内さんがここで立ち上がろうとしてくれてるわけです。口で言うのは簡単なので、ここで通り過ぎて知らんふりするのも簡単だけど、逃げられないんです。日本国に住んでる限り税金はかかるし、我々の人生っていうのがかかってくるんですよ。でいつの間にかね、注射打てだ、コロギ食えだ、なんかそんな話になってくるんですよ。農家牛乳は何でしたっけ、牛殺しちゃってみたいなね。でどうでそんなことするのかってなるでしょ。それを我々は止めなければいけないんですよ。そういうプラットフォーム、勉強する場を作って、それをまずこちらの市で、埼玉市で上げて、それを県に出して、そして国に対して上げていくっていう、こういう流れを作っていかないと、もうこうなったから決まったよとか言われて牛乳飲めなくなったりしますよ。本当にそういうことが行われちゃうんですよ。だから我々は政治に参加しなければいけないんです。もう国民の義務みたいなもんですよ。取られるだけ取られたらそれで終わりになっちゃいますからね。本当に我々は政治に対して参加しましょうと。だから参政党なんですよ。本当に知らないふりしてたらいつの間にか奪われて終わりみたいになっちゃうわけ。それも情報がなかったんです。今まで勝手に政治家がやっていたっていうだけ。そこに対して我々は一矢報いようというんじゃない、みんなでやろうっていう、そういうところなんですよ。そういうのが参政党なんです。そうですよね。それに対して勇気を持って、簡単に言うと何の見返りもないような世界ですよ。その中でこうやって立ち上がってくれてるんです。皆さんが学校に行けてるのもやっぱり国家があるからじゃないですか。これ中国の一部になったらどうします。大変なことになりますよ。そういうのを日本人としてやっぱり止めなきゃダメじゃないですか。そういうものをやるのがやっぱり参政党なんですよ。政治に参加しようって、そういう思いを持ってみんなが一人一人政治に参加をして日本を良くしようって、そのためには日本を知らなければダメなんですよ。本当にそう思いませんか。例えばですけども、まあ医療のこともありますよね。食と健康とかそういうことも言ってますけども、我々が食べるものっていうのは今食料自給率も減ってますし、そういうものに対して我々が意識を持ってない限りうまくいかなくなっちゃうわけです。そういうことをやっぱりこの地元で、ここの私はまあ埼玉県熊谷市出身なんですけど、こちらはごめんなさい、埼玉市すいません、熊谷のこちら埼玉市忘れちゃいました。埼玉市でやっぱりその地域地域でみんなが意識を持ってやっていくってことがとっても大事じゃないですか。あ、今話しながら思い出しましたけど、埼玉の三大臣っていう人いるんですけど、ご存知の方いらっしゃいますか。多分教えてくれてないと思うんですよね。前、もう言ったんですけど、埼玉の三大臣という人がいますと、もう忘れちゃったな、ごめんなさい。荻野銀行さん、女性初の医師の荻野銀行さん、そして渋沢栄一先生ですね。でもう一人が誰でしたっけ。花輪保健師。花輪保健師文字ね、全盲だけれども そこで文字を作ってやった。もうさっき覚えてたんですけど、もう緊張しちゃって忘れちゃった。ありがとうございます。というようなこととかを我々は知ってた方がいいじゃないですか。で日本人とか埼玉の人全員がそれを知ってたら、ああそうだよなって、ああいう人になろうよねって、全盲でも頑張ってた人もいるしねって、日本の産業を作った渋沢栄一もいるんだよねとかって、そういうことを学校で教えたり、ごくごく普通に我々がそういうことを勉強したりできるような、そういう環境を作っていきたいじゃないですかね。えそう思いませんか。はい。そしてとはいえ我々は経済食べていかざるを得ないわけですから、やっぱりちゃんと収入を上げるとか、じゃあそのためにはどうしたらいいんだと、今、まあ、外国からの勢力でね、我々はなんかコオロギ食べろとかなんかいろんなこと言われてますけども、そういうものではなく、日本人の文化っていうのは昔から素晴らしいものがあるわけですから、そういうものをやっていきましょうよって僕は本当に言いたい。発酵の文化とか日本素晴らしいですよ。世界最高ですからね。あの味噌醤油とかね、
こういったもの、日本人が世界最高の発酵文化を持ってるっていうのは僕はもう信じ込んでますから、違うって言ったら論破してください、いつでも受けて出すぞってそういう感じですけど、そういうものを味噌とか醤油とか大事にしながら日本の文化を守りながら日本を良くしていこうって、そのためにはこの地域の中でちゃんとそういうことも教えながらやっていきましょうっていう、そういうものがとっても大事じゃありませんか。そうなんですよね、僕はそう思ってます。はい、そういうことを学校でも教えてやっていくっていうことの大事さっていうものを、我々賛成と全員が政治に参加していこうと、ごくごく一般の人間です。僕なんか、どうかな、ちょうど1年ぐらい前だ、ちょうど1年前の今月なんですけど、出ませんかと言われて、あ、そうだよねって、日本人ってもっと日本の誇り取り戻した方がいいよねって、政治に参加しようよねということで賛成党というところでやり始めたんですよ。本当にある意味じゃ素人です。そこを歩いてるあなたもあなたもあなたも本当に政治に参加してほしいんですよ。そうしないと身動きが取れなくなっちゃうからなんです。それをこの地域の中で、西内さんが今ここの地域の中で長く住んでいて、そしてこの地域でこの地域を守っていこうって、この地域の人たちの生活を良くしようと、そう思って立ち上がってくれたのがこの西内さんです。素晴らしいことだと思いませんか。皆さん知らないふりをしないでほしいんです。本当に投票率 33% ぐらいですから、3人に1人しか投票してないんですよ。そうするとある利権団体に持ってかれちゃうんです、皆さんの権利が。そうならないように、我々はある意味ど素人です。たった3年前にできた政党なんですから、でも思いを持って良くしようと思ってるんですから、一緒にやっていきましょうよ。本当にぜひ一緒にやっていきましょう。埼玉県700万人以上いるんですから、本当国家みたいなもんですからね。知らないふりしてたら本当になんていうのかな、悪い人間に持ってかれちゃうというか勝手にされちゃうということがあるんですよ。それを地域で参加する人を集めて、そこで議論をして、で県に上げ、そこから国に上げてやっていこうっていうのが参政党なんです。政治に参加しようっていうから参政党なんですよ。素晴らしいと思いませんか。今日本に一番必要なのがこの政治に参加することなんですよ。一緒にやっていきますよ、お父さん。本当にで情報がないから知らないふりなんだけども、政治から逃げられないんです。皆さん税金で半分持ってかれちゃってるんだから、税金本当にいい加減にしてくれよって感じですよ。外国の人間に無償で補助とか出して学校まで行かせて、日本の国民が大学行くときに補助がないみたいな、こういうことがまかり通っちゃってるんですから、それを地域で話し合いながら、それを国に対しては県に挙げて、国に挙げていこうって、だから参政党なんですよ。政治に参加 しましょうよ皆さん。本当に私もやっとそういうふうに思えるようになりました。昔は政治バカのこと言うなよって、関係ないよって思ってましたけど、関係ないことないの。もう明確に税金で持ってかれるんだから、お金を自分のお金じゃないですか、ちゃんと使ってよって言う権利あるじゃないですか。ねえ、だから賛成党なんですよ。政治に参加していきましょうよ。本当に西井さんからもどうぞ一言。はい、一緒にこんばんは。本当にですね、今ね、坂上さんのおっしゃっていた通りで、政治って全部ですよ、全てが自分の生活に関わってきます。これね、本当に無視していたんですよ。全部自分の権利や生命、財産、本当にこれ最後持ってかれます。本当にいいんですよ、そんなんで。そんなんでね、自分のこの子孫たちですよ、子供や孫たち、こんなね、まともなものって残せないんですよ。こんな状態をですね、放置していたのが今までの我々大人です。これをですね、この今のこのタイミングでどうにか変えない限り、我々の子孫はですね、明るい未来なんか絶対描けないんです。こんな状態で我々の子孫に対して胸張れますか。それこそね、先人に対しても胸張れないんですよ。本当に下向いて、本当ね、これから先、子孫たちには何やってたんだと怒られて悪いですよ。こんな状態で地域、そして国を残していいわけがありません。今、本当このタイミングで変えない限り、本当我々ですね、残る、まともなこの国残せません。決してですね、この政治、一言じゃないんです。
私も本当ね、若い頃はこうあんまりこう関係なくやってましたけど、今ですね、本当にこれどうにか残さなきゃいけない、その気持ちでこうして立ってお話させていただいています。皆さんですね、なんで生きてるかとか考えたことあります？なんで生まれてきたんだろう、そして自分はこれは何をするべきかと、そういったね、使命感というか、そういう気持ち絶対あるんですよ。これ天命って言います。人それぞれに天命っていうのがあるんです。これ実際ね、自分で考えないと分かんないんですけど、皆さん絶対持ってます。私ね、こうして今立ってる状態ですけど、半身不随、本当これ左半身今動きません。しかしながらこの状態で生かされているってことには何か意味あるんじゃないかなと常々考えてきました。そして私はね、この残されたこの命を使うには、やはりこう皆さんのため、まずはこの地域、そして国のためにこの体を使えというふうに天命を受けたんじゃないかなと勝手に解釈して出させていただきます。いいんです、熱く使うのが何だろうが、私そう思ってますから。本当にですね、皆さんのために、ね、この体使えるんであれば本望ですよ。本当にただ生きてるんだったら全然意味ないですから、何かのために生きる、これが人間じゃないですかね。人のせいっていうのはやっぱり何かをこなしてこそ、それがこう生きてる意味がある、私そうやって考えています。皆さんもそれぞれあると思います。で、何かこう大それたことをやれとかそんなんじゃなくてですね、まず自分たちが今現在置かれている状況でできること、それをやるだけじゃないですかね。それってすごい簡単なことじゃないですか。今すぐできること、投票に行くことです。たった一つそれだけやることで、我々はその子孫に対して、ね、少しでもいい形でこの住んでいるこの地域、そしてこの住んでいるこの日本、ここをですよ、残すことができるんです。だから皆さん一緒にね、考えて政治参加して投票行きましょうよ。参政党は皆さんと共にあります。ぜひ皆さん一緒にこの国、政治を変えていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。はい、はい、では西内さんコール行ってみましょうか。よろしくお願いします。はい、西内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 、ありがとうございます。参政党です。政治に参加するための政党、参政党です。この代々は、まあ他にも来てる方いますけど、代々は参政党の色なので、先祖代々の代々でございます。では、どうしますか？うちに参政党で。はい、一つです。はい、いいですか？もう一度、坂上さんのお話いただきます。どうですか？はい。もう一度私ということなので、ちょっとだけお話しさせていただくと、正確な数字ちょっと忘れちゃったんですけど、今学校の給食、埼玉にあるのが1300校くらい学校があるようなんですが、その中で学校給食でお米が出てるというのが週3日が 50% くらいらしいんです。でも週5日お米の給食が出てるっていうところは 0.5% くらいで、まだあまり出てないようなんですよね。そういったものとかをぜひ、その我々の力とか、日本人ってやっぱりお米を食べてこれが今までずっと来たわけですから、もうパンが悪いというわけではない、でもお米を食べてもいいじゃないっていうところあると思うので、例えばそういうことを変えていこうとかっていうのは皆さんの声を上げるしかないと思うんです。で、そういうことをやっていくのが地域における政治の一つの役割じゃないかなと思ってますので、まあ、あと歴史の教育のことなどでもおかしな教育がまかり通っているところがありますので、そういったことに対して声を上げていこうというのが我々参政党の考え方なんですね。政治に参加するための政党、それが参政党ですので、皆さんもそういう意識を持って政治に参加をし、おかしいことをおかしいというそういうプラットフォーム、土台作りをするというのがとても大事なことじゃないかなと思っています。一緒にやってみましょう。ありがとうございます。では、いいですか？はい、ではいつもこんな感じでやっておりまして、1、2、3、
参戦とやってるもんですから、ご一緒にご唱和お願いできたらと思います。では参ります。3、はい、1、2、3、セット。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。日本を良くしていきましょう。政治に参加しましょう。ありがとうございます。坂上さん、ありがとうございました。実は隠れファンの多い坂上さんです。多分ですね、また立候補どこかでなされる時がやってくるんではなかろうかとみんな期待しております。期待してるよ。どうしたら多分合格していたらですね、西内も一緒に仕事をすることが出てくるかと思います。今日だけではなくて、そういう関係が続くことをここに来ている人は誰しも願っているんじゃないかなと思います。そしてそのために4月9日までに、期日前投票に行くか、4月9日に、投票に行って西内俊一と書くか、西内俊一と書くか、西内俊一、西内俊一、西内俊一をよろしくお願い申し上げます。最後にもう一言だけ大きな声で西内俊一から挨拶をさせて終了させていただきたいと思います。まだあるんです。まだあるんですか。すごいんです。すみません、3回です。参政党公認、埼玉郡市議会で議員候補西内俊一です。参加ですが、もう一回よろしくお願いします。ほんの少しだけですね、先ほどお米、こちらをですね、もう一度お話させていただきたいと思います。あれ、違いました。お米ですね、この自給率、これだけは日本は昔から作っているんで、そんなにね、時間かからないうちにも、100% 持っていくことは十分可能です。これをすることでですね、皆さんね、お米、玄米食すごくいいですよ。これやるだけで体重本当に減りますし、病気も減らせることは十分可能です。はい、そしてですね、これ病気から解放されると皆さんね、余計な医療費っていうのがなくなります。この医療費ですね、現在皆さんがこう給料の半分持っていかれているような状態、これほとんど社会保障費っていう形で取られています。これをですね、減らそうと思ったらやっぱり皆さんの健康を促進する、それしかありません。そうすることによって我々はですね、所得を上げ、また元に戻すことができます。これをするためにはやっぱり皆さん投票に行くしかないんですよ。ということで、皆さん、4月9日あるいは、明日からですね、いや今日もなんですけど、毎日が投票日、どっかで聞いたスーパーのあれですけど、必ず投票行きましょう。動画皆さんよろしくお願いします。参政党公認埼玉市議会議員候補西内俊一でした。よろしくお願いします。西内俊一です。よろしくお願いします。ありがとうございました。